嘘でしょ、これ本当、え、見分けきつくね、これ。え、だってこれどっちでしょうって絵だけ見せられたらマジできつくない？うん、まあ、ちゃんと特徴インプットすればいい話だけど、きつくね、う。リブションフレーズ3なのだ。おー、アクションフラッグ本当みんな高えな、最近時代を感じさせるぜ、4周年。あら、回避と火だめ現象2つも解除できるの。いや、ついに重複か。まあ今は回数も制限だけど、いずれは得意技で当たり前のように解除できる日も近いのかね。待て待て、ヒリヒリ体勢。うん、これもう重宝されるね、君は絶対。はい、強いです。マジかよこれ、あれぶっ壊れ性能な気がするけど、めっちゃ強え、うだな君。いえ、4周年どうなるんだマジで。さあ今回も読むか。黄色いところが尖ってない方の川腕う。たまに慌ててジャパマン飲み込んじゃうけど気にしないでう。丸飲みは私の技でう。この体になったから歩くのもへっちゃらう。泳ぎが得意な鳥の子で集まって泳いで走って飛んじゃうレースをしてみたいでう。うん、いや頑張ってください CV さん。最近この条件もよく見るな。てかこれもおかしいよな普通に。あれマジで本当時代なのかね。4周年はこれすごいことになりそうだね。さて感じてるなこいつ。なんかね、ほんとね、こいつマジでマスマス感出てるんだよね、オーラが。なんかさ、メインストーリーで終盤あたり黒幕展開にならないかね。愚かなフレンズども、だね。しゃっ。野放しできねえぞ、怖いこいつ。怖いな。負けねえぞ。あー、でかい。こっちには頼もしい神様がついておられる。あんな奴に屈しはしない。よし。お、あるぞ、普通に。いや、カワウちゃんマジでね、ぶっ壊れてるから、もうぜひぜひ、ぜひぜひ、ウェルカム、ダウ。だがしかし、まだ壁があるのも事実。奴が監視してる時点でもう平和などないからね、もう知った、それを私は。黒幕説ね。俺は、貴様を、絶対に許さない。だが、ほとも強い奴だから、頼みます。抗うか、ここまで抗うか。あいつやっぱ、ほんと監視してやがるな。でこえ勝てる気しねえわ、もういろいろな意味で。お、先輩方。ん？これはまだ希望があるってことですか？いや、よろしくお願いします、マジ。もう、ここで変化。さあ、まあ、なんか、あるんじゃないですかね、まだ。お、ありますぞ、これ。可能性あるんじゃないか？あと1枚くらいあるでしょ。いや、頼む頼む、ほんとに。来い！くそ、神様おられても、奴の邪気はここまで手強いか。くそー。なんか意味深なリザルトだな、これも。ラスボスとも言われる奴に対抗しようとも言える、神子と荒井先輩、フェネック先輩。これは、何かのお導きでしょうか。ただ、それを嘲笑うかのように遮る青の悪魔。いや、おそらくこの関係がメインストーリーの終盤で盛り上がるのではないかと私は考えているのですよ。黒幕は必ずね、荒井先輩がね、やっつけるという展開でね。うん。皆さん私の妄想ワールドについていけてますかね。